青カビや麹カビを含む様々な無菌培養された菌類や青カビは青カビ属に属するカビの総称で普遍的に見られる不完全菌の一つである。300種類以上が知られており地球上に広く分布している。コロニーは青色、緑色、紫色、オレンジ色、開白色、黄色、白色など様々である。顕微鏡で観察すると 筆状態と呼ばれる筆のような形の構造が見られ、その先端に胞子がついているのがわかる。これがこのカビの学名の由来になっている。世界で初めての抗生物質であるペニシリンがこの種のカビから発見されたことは有名である。また、ゴルゴンゾーラ、ロックホールなどの代表的なチーズの製造に用いられるカビも青カビの仲間である。 常に空中に胞子が飛散しているので、パンや餅などには真っ先に生えてくる。胞子は発芽すると気質中に菌糸を伸ばし、コロニーを形成する。カビの系統分類は、有性生殖を行う時の世代を基準に行われるが、中には完全世代の状態が見つかっていないものが存在する。これらは、不完全菌という分類群として扱われ、 その無性生殖世代の形態的特徴からさらにいくつかに分類されている。不完全菌の内筆状態を作るものがペナシリアム属に分類される。このため、ひとたびペナシリアム属として記載された菌であっても完全世代が発見されると、それに見合った分類群に振り分けられ、新たに学名が付け直される。完全世代が確認されたペナシリアム属のほとんどは、 形詞脳核という小さな球形の個実体を形成するが、中には、キノコとして扱われる大型の個実体を形成するものもある。これらは、死脳菌のユーロチウム目に分類されているが、ユペナシリアム属、ハミゲラ属、ペナジリープシス属、タラアミセス属、トライヒャコーマ属といくつもの属にまたがっている。キノコを作るものには、ペナジリープシス属の柿の御酒やトライヒャコウマ属の 眉吐き丈が知られる。有性生殖が知られていないものについても、リボソーム RNA の相当性から、死脳菌の系統に属することが確認されているものが多い。青カビの構造青カビなど、不完全菌の胞子は、分生子と呼ばれる。青カビの分生子柄は、気質の表面に短く立ち、先端で、いくつかの短い枝に分かれる。それぞれの枝の先にフィアライドと呼ばれる。 分成子形成細胞が数個並ぶ。フィアライドは防水型で、その先端から分成子を出荷するように形成する。分成子が完成すると、分成子とフィアライドの間が切り離され、前の分成子を押し出すようにして、新しい分成子が出荷し、次第に分成子の数図が作られる。分成小柄の枝は、互いに小さな角度を作り、寄り添うように伸び、 それぞれの先端のフィアライドも枝の先端方向を向くので、それぞれのフィアライドの先端の分成紙の数図も同じ方向へ伸び、全体としては筆や放棄、松明のような形になる。分生紙はどんどん作られ、数図は長く伸び、やがて崩れるので、コロニー中心部では、菌子体は崩れた胞子の元に埋まってしまう。フィアライドから分成紙の数図を作る点では、青カビは、 麹カビとよく似ており、完全世代でも類縁関係が確認されている。ちなみに、麹カビやその他の不完全菌にも青っぽい胞子を作るものがあるので、色だけで判断するのは無理である。肉眼的には麹カビが似ている。それ以外のものは食品などに発生することが多くない。形態的に似ているのはペイチロミシスである。青カビに似た。 分生小柄の分子を持ち、先端のフィアライドから胞子の術を出すのも同じであるが、胞子は無色で、コロニーは白く見える。また、グライクレイティアムも同じような分生小柄を持つが、これは胞子を鎖ではなく、粘液球の形でつける。青カビのうちある種のものは、チーズの製造に用いられる。特に青カビを内部に植えつけたものは、ブルーチーズと呼ばれ、ゴルゴンゾーラや、 ロックフォールがその代表として知られる。なおかマンベールチーズやブリーチーズなどは、いわゆる白カビを表面に生やすが、これらも生物学的にはペナシリアム属に属するカビである。これらのチーズ製造過程で、青カビはチーズを発酵、熟成させるとともに、独特の風味、香りをチーズに与える。医学的に青カビはペニシリンの発見につながったことから重要視されている。 ペニシリンはアレクサンダー・フレミングが1928年に発見した世界初の抗生物質である。一説には他の細菌を培養するための培地にたまたま青カビが混入した際、その青カビのコロニー周辺に細菌が生育しない領域ができることを見つけたことがその発見につながったと言われる。青カビにとってペニシリンは 他の生物との生存競争を有利に進めるために産生するアロモンであると考えられている。その前後合成方法が開発されるまでの間、ペニシリンを製造するためアオカビの大量培養が行われた。ペニシリン以外の抗生物質を産生する菌としてグリセオフルビンを産生する P グリセオフルーベムが見つかっている。ほとんどのアオカビは健康な人には感染せず、 非病原性である。ただし、青カビの仲間のうち、二なり性を示すものは、比較的毒性が強く、高天性免疫不全症候群患者に、日より未感染を起こす例が報告されている。また、爪、耳、肺、尿路において、ペニシリウム症と呼ばれる、感染症を起こすことがある。また、アレルギー性の肺炎である、過敏性肺炎を発症させることがある。 青カビの大部分はカビ毒を産生しないため、これらが直接に重篤な食中毒の原因になることはほとんどない。ただし、青カビが生えた食品では他の有害なカビの増殖も進んでいると考えるべきである。詳細は、マイコトキシンを参照青カビによる植物の病気は、青カビ病という名がついたものが多い。身近で重要なものでは、ピエクスパンスサムによる、 ミカンアオカビ病がある。同じく P エクスパンスサムによるものには、リンゴアオカビ病、サツマイモアオカビ病などがある。また、トウモロコシやニンニクもアオカビ病に感染する。稲の病変前にもアオカビによるものが多数あり、病原菌として、P サイクリピアム、P イスランジウム、P コンミュウム、P シトロビライド、P ラグヤロッサム、P シトライナム、P アタラクムなどが報告されている。 黄変米は、これらの菌が収穫後の米の運送、貯蔵時に感染したために生じたものである。ありがとうございます。